佐藤助手に先行リジエルについてお話を伺います。よろしくお願いします。前回と同じ印象ですみませんでした。はい、よろしくお願いします。まずは、前走後ですね、様子どうですか、馬の。まあ、変わりなく順調に来てます。調整、まあ調整過程自体はスムーズというか、そうですね、特に問題はなく、まあ、ベテランなので、今回急な補欠を回ってきたので、はい、東京の登録しているぐらいに補正もありちゃって、特に調整に古いものが取れると。まあ、動きとか、まあ、体つきですね、そういう仕上がり面はどうですか。変わらないですね。特に変わらない状態だけでも大事なと。まあ、前回が佐賀までの長距離輸送を挟んだわけですけれども、そういうのはまあダメージとかそういうのはありませんか。大丈夫だったら僕はもっと遠くなりますけど。そうですね、はい。で、まあ、その前回ですね、サマーチャンピオン振り返ってもらうと、まあ、どうでしたか。4着ということでしたけど、こっち的にもあれどうしてとは意味がさえいなかったようにわかってるなと思ってます、ね。はい、はい、まあ、あの小回りなりにしっかり足使ってたかなというふうに見えたんですけど、まあ、あの馬の力は出せたということですかね。もうちょっとで、はい、権利貢献、はい、そうで、まあ、また今回がその盛岡という場所で、まあ、サイドの長距離輸送を挟むわけですけれども、まあ、心配はなさそうですかね。そういうのは全国指数裏裏回ってるようなもんで、はい、心配はない。もうベテランですし、うん、まあ、前回同様の、まあ、ナイター競馬っていうのも問題、まあ、前回もそうでしたけど、はい、こういうのはもう全然問題なさそうですか、やっぱり。そうですね、はい、まあ、キャリア豊富ですけれども、まあ、6歳ということですね今。まあ、そんな中衰えたとかそういうのはありませんか。まあ、まあ、若い時は、はい、もうちょっと気持ち乗りすぎて、はいはい、力出しきれないような面もあったので、そのあたりが大人になって、はい、出たやつ、うん、力も出せるようになったなと。以前、まあ、一時期というか以前と比べると随分こうなんか、この馬なりの安定感が出てきたかなという。大人になってきたという面が大きいのではないか、はい。まあ、今回のその盛岡1600m 左回りという、まあ、この条件に関してはどうですか、見通し。佐賀より右じゃないですね。まあ、全部が、はい、はい、じゃないかな。まあ、でもこの馬の差し足を生かすにはちょうどいいというか、まあ、悪い条件じゃないような気がします。はい、まあ、あとは展開でしょうか、これは。ありました。まあ、最後なんですけれども、今回の抱負をよろしくお願いします。今回も一生懸命走っていけると思います。ご理解していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。頑張ってもらいましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。本日はありがとうございました。